週もお伝えしましたけれども、桜井さんは今まで4回ゴールデンサークルに参加していただき、いよいよ、来週ゴールデンサークルボリューム18があるんですけども、意気込み意気込みというか、意気込みはもうね、何意気込みね、乗っかっていくっていう。あ、でもその僕もそのゴールデンサークルこれ12年ぐらいやってるんですけどね、うん、人のとこにふっとこういう出るってちょっと気楽なとこない、なんかその自分だと AP をずっとやってて、うんうん、その割とそのものすごいこうプレッシャーの中でやるんじゃない、うんうんうん、でもたまにこうパッと呼ばれていくってちょっとこうお身軽みたいな、そう、あの調味料になればいいからっていう感じメインの食材にならなくていい、うん、料理にね、うん、そのちょっとスパイスになればいいなと思うので、ね、でもそういうそのちょっとそういう自分でも主催してると、そういうそのなんていうか、こうコントラストってあるよね、なんかその出る、うん、出る側とやる側というか、あると思うんですけども、はい、そしてですね、まあ先週もちょっと話したんですけども、大阪公演なんですけども、この番組であのタミオ君がそのコメントくれまして、まあその中でね、うん、3人でミスターテラドレンやるけどって言ったら、あのあ俺がいねえじゃんとかって言ったので、まあミスターテラダレンになるかもしれませんけどまあ何どんな名前になるか分かりませんけど、まあ、そんな3人の、セッションも期待してもらいたいと思うんですけどもね、はい、どうですかこの3人でなんかこうだけでやるっていう感じ。だからあの僕その人となんかこう一緒にやるときは、うんうん、例えば小田さんもそうだし、まあ、ゆひとくんとかもその曲を一緒に作ってたりするようなことがあると、あのね、使い勝手のいいミュージシャンになりたいなと思う。そのゆひとくんがこういうことを望んでると思ったら、その要望通りに、でも要望したよりもちょっと良くなってるっていう、そういう使い勝手のいいプレイヤーやミュージシャンになりたいと思ってんだけど、このユニットだけは俺全然あの使えない持ち味出せないなっていう、それが多分貴重だと思うそこでなんかあのただわあたふたしてたり笑ってる感じが多分相当貴重だと思うんで、はい、まあそんなゴールデンサークルなんですけど、まあね、先日あのタミオくんと、うん、桜井と僕で、レストランに、はい、レストランにギターを持ち込みまして、うん、いろいろ打ち合わせまして、かなりあれはすごい内容になりそうですよね。僕はもう聞いてるだけでしたからね。笑ってるだけ。ずっと笑ってたもんね。途中からもうモノマネ大会出したもんね。タミヤ君が一人で歌って遊んでるだけだからね。本番もそれ見てりゃいいか。そうそう。あれすごかったな。A ちゃんでトゥモローネバーノーズやってたよね。あれすごかったね。まあそれは多分本番は出ないと思いますけども。まあでもそういう意味ではタミオ君天才だよね。天才。本当によくそこが瞬時に出てくるなっていう、あの大喜利の番組何でしたっけ、あの笑点。笑点ですよね。笑点出てたらもう本当にもう座布団どんだけ積まれるんだっていうぐらいの瞬間芸みたいなところあると思うんですけども。はい、ぜひ、大阪公演も楽しみにしてもらいたいなと思います。では、ここで私店長と桜井和俊の共作曲を聴いてもらいたいと思います。はい、Mr.Children で星になれたら。